災害時に自治体が発表する情報をテレビなどで一斉に伝える L アラートの一部に一時システム障害が発生しました世界的なサーバートラブルが原因とみられますが現在すべて復旧したということです L アラートは避難勧告や避難所の開設など災害時に自治体が発表する情報をテレビやインターネットを通じて一斉に伝えるシステムです 県によりますと、県防災情報共有システムが使用しているサーバーが、世界的にシステムダウンしているということです。そのため、県では、自治体が発表する避難情報や避難所に関する情報、被害に関する情報などの一部の情報について、L アラートへの連携が取れない状況でしたが、すべて復旧したということです。